2024年10月24日、ナンバーアンダーライン愛、メディア出演なしでもファン熱狂。ナンバーアンダーライン愛の最新情報。平野翔世界進出なるか。ガン・ユータ、響けや新 CM で見せる。神宮寺ユータ、ドラマ出演決定。ファンたちの間では、平野翔神宮寺ユータ、岸ユータの3人が新たな挑戦にどう挑むのか。 期待と興奮が高まっていたのですエンターテインメント界のトップを走り続ける彼らの活躍は、ただのアイドルにとどまらず、俳優、モデル、さらにはブランドの顔として、多岐にわたる分野でその存在感を示してきました。これまでのキャリアに加えて、今回の発表でどのような新しい一面を見せるのか、ファンはその一挙手一投足に注目しています。この日の発表は、 テレビやラジオでの出演がないという点で一見静かなものでしたが、その背後では彼らが新たなプロジェクトを準備していることは明らかです。例えば、キシユタが新たにイメージキャラクターに就任したヒビケアシリーズ。このシリーズの最新製品、ヒビケアパッドのニュースは、利用やヘルスケア業界全体に波紋を広げています。キシユタの誠実で温かい人柄が、ヒビケアシリーズのブランドメッセージと完璧に一致し、 消費者に強い信頼感を与えることが期待されています。11月8日に公開予定の新 CM に向け、ファンだけでなく、業界全体が注目しているのです。ガン・ユータの持つ信頼感と誠実さが、製品の価値をさらに高め、彼自身のキャリアにとっても重要なターニングポイントとなることは間違いありません。また、神宮寺ユータもまた新たな挑戦に向けて準備を進めています。 彼の独特なカリスマ性と多彩な表現力は、ファッション業界やドラマの世界でも高く評価されています。最近では、新しいドラマプロジェクトに取り組んでおり、その内容はまだ公表されていませんが、ファンの間ではすでに話題となっています。これまで数々の役柄を通じて見せてきた彼の演技力に、さらに磨きがかかることが期待されており、新プロジェクトがどのような形で発表されるのか、待ち遠しい限りです。 そして、平野翔もまた別の大きな舞台に挑戦しています。彼の持つ圧倒的な表現力とパフォーマンスは、国内外のファンから絶大な支持を得ており、特に今回の発表は国際的なプロジェクトに関連しているという噂も飛び交っています。彼の世界進出への期待が高まる中、今後の展開に注目が集まっています。平野翔がこれまでに積み上げてきた実績は、まさに彼の才能の一端に過ぎず、 今後の活動がどのように進展していくのか、ファンは目を離せません。10月24日の発表は、一見すると控えめなものに見えるかもしれませんが、その裏には彼らの新しい挑戦やプロジェクトが着実に進行していることを感じさせる一日でもありました。ファンにとって、この静かな一日は次の大きなサプライズの前兆であるかもしれません。芸能界で活躍するアーティストたちは、 忙しい日々の中で新たな企画を静かに準備し、その瞬間を見計らって発表することがよくあります。そのため、表に出ない日々こそが、次の大きな飛躍のための時間とも言えるのです。また、この日にはインターネット上でも大きな動きがありました。深夜0時からスタートしたスペースシャワーテレビや YouTube ランキング、カウントダウン50などの音楽番組が放送され、 ナンバーアンダーラインアイを含む多くのアーティストたちの楽曲がランキングに登場しました。ファンはリアルタイムでランキングの動向を追いかけ、SNS 上でその結果について熱く議論し合いました。このように、テレビ出演がない日であっても、インターネットを通じてファンとアーティストがつながる場面は数多くあります。特にこの日は、SNS を通じて多くのファンがナンバーアンダーラインアイのメンバーについての話題を共有し、 盛りり上がりを見せました午後6時からは、スペースシャワーテレビでのウィークリーランキングや YouTube でのコンテンツが続々と配信され、さらに音楽シーンが盛り上がりを見せました。ファンたちはリアルタイムで情報をキャッチし、SNS 上で感想をシェアすることで、さらに深い結びつきを感じています。この日は、ナンバーアイのメディア出演がなかったにもかかわらず、ファンにとっては特別な一日となりました。これは、 アーティストたちが日々進化し続けている証拠でもあり、彼らの次なる一歩が待ち遠しい瞬間でもあります。さらに、岸優太に続き、n h k ミュージックの公式 X アカウントで、2024年に放送予定の n h k ミュージックエキスポのパフォーマンス映像が期間限定で再公開されることが発表されました。これはファンにとって見逃せないニュースであり、すでにその映像を見たファンにとっても、 初めてその魅力に触れる人々にとっても貴重な機会となります。このように、日々更新されるエンターテインメント情報は、ファンに新たな興奮と期待を提供してくれるのです。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、多彩なアーティストたちのパフォーマンスが一堂に会する一大イベントであり、その完全版の放送に先立ち、期間限定での映像公開はまさにハイライトです。この映像再公開により、 ファンは再び感動的な瞬間を味わうことができ、イベントの全貌への期待が高まること間違いありません。完全版の放送は音楽ファンにとってのビッグイベントとなり、そのパフォーマンスがどのように視聴者に感動を与えるのか、今後の展開に注目が集まります。平凡な一日のように見える10月24日が、実は次なる大きな発表やサプライズを予感させる日でもあることは、ファンにとっては十分理解されていることでしょう。 この静かな嵐の前の時間は、アーティストたちが新たな挑戦に向けて準備を整え、次なる驚きの瞬間に備えていることを感じさせます。2024年の秋も、ナンンバーーアダライン愛のメンバーたちはおのののフィールドで新たな一歩を踏み出そうとしています。そしてその瞬間、ファンたちは彼らの挑戦を応援し、共に新たな物語を作り上げていくのです。その物語は、 単なる一方向的なものではなく、ファンとアーティストの相互作用によって形作られていくのです。SNS やライブ配信、各種メディアを通じて、アーティストたちが発信するメッセージに対してファンが依頼時にはその応援が次のプロジェクトのヒントになることも少なくありません。例えば、岸優太が SNS 上でファンから寄せられた応援の言葉に感動し、 それがきっかけで、ヒビケアシリーズの新しい広告コンセプトが生まれたというエピソードも話題になっています。このように、ファンとアーティストのつながりが、エンターテインメントの枠を超えて日常生活の中に浸透している現代では、ファンの存在がアーティストの活動に与える影響はますます大きくなっています。特に、日本のエンターテインメント業界では、ファンとアーティストの距離が非常に近いことで知られています。握手会やサイン会、 ファンクラブ限定イベントなど、直接的にコミュニケーションをとる機会が多いだけでなく、SNS を通じてリアルタイムでの交流も可能です。これにより、ファンはまるでアーティストの日常生活を一緒に体験しているかのような感覚を得ることができ、それがさらなる応援へとつながっていくのです。平野翔の世界進出プロジェクトに対しても、ファンからの応援メッセージやクリエイティブなアイデアが次々と寄せられており、 これが彼の活動にどのような影響を与えるのか、今後の展開が非常に楽しみです。一方で、アーティストたちもまた、ファンとの交流を大切にしています。彼らにとってファンは、単なる支持者という存在を超え、共に歩む仲間であり、時にはインスピレーションの源でもあります。神宮寺優太もまた、これまでのキャリアの中でファンとの交流を何よりも大切にしてきました。彼は以前、 ファンから寄せられた手紙に、あなたの演技が私の人生を変えました、と書かれていたことに深く感動し、それが彼の俳優としての新たな挑戦への原動力となったと語っています。このように、ファンとのつながりがアーティストに与える影響は計り知れず、その絆が次なる作品や活動にどのように反映されるのか、期待は膨らむばかりです。